ゆっくりドラム講座、うまいドラマーになる方法。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から山の不動まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。突然ですが、チャンネル登録、コメント、高評価、その他もろもろいつもありがとうございます。おかげさまでとても、ものすごく、めちゃめちゃ励みになっています。技術的質問のコメントへの返事だと、ドラム教室スクルドまでぜひどうぞ、となってしまう時もありますが、それはごめんなさい。それでは今日は、改めてもう一度、いわゆる総集編、うまいドラマーになる方法を伝授します。うまいドラマーになる。ドラムをかっこよく演奏するには才能が必要と思っていませんか？才能、性別、年齢、人種、そういうものは一切関係ありません。練習さえすれば誰でもうまいドラマーになれます。けど、闇雲に練習すると時間がかかるので、手っ取り早く上達したいならポイントを押さえとくと良いですね。うまいドラマーになるために、その1、ダウンアップ奏法。ダウンアップ奏法を覚えるとハイハットに強弱がつきます。ダウンアップ奏法ができてないとめちゃくちゃ疲れるし、はっきり言ってうるさいだけってドラムになります。ダウンアップ奏法なしでドラムを叩きます。けれど、ダウンアップ奏法が使えると体力消費は減るし、ハイハットの音量に強弱がついてメリハリが出て、なんかもうそれだけで格好よいってなります。ね、違うでしょう。なのでドラムの演奏を始めて8ビート叩けるようになったらダウンアップ奏法を覚えましょう。ダウンアップ奏法、詳しく知りたい方は上の動画をどうぞ。で、は次、うまいドラマーになるために、その2、アクセント。これはダウンアップ奏法の応用みたいなものです。ただ強弱の繰り返しってするのではなく、強弱弱強、といった具合に音量差をいろいろつけて演奏しましょうってことです。アクセントつけて演奏できると、ハイハットだけではなくてスネアもタムもドラムセット全部で格好よく演奏できます。アクセントつけてドラムを演奏するとこんな感じです。かっこよいでしょう。アクセントを覚えたい方は上の動画をぜひどうぞ。ダウンアップとアクセント、これだけでもあいつのドラムは違うなって思ってもらえますが、さらにもう一歩進んで差をつけましょう。うまいドラマーになるために、その3、ダブルストローク。ドラム叩くときは普通右手左手って交互に叩きますが、ダブルストロークは右手右手、左手左手って具合に2連打ずつで叩きます。こうするとパワーは減りますが、その分早く叩けるし体力消費も減ります。ダブルストロークでスネアを叩いてみます。ね、むちゃくちゃ早く叩けるでしょう。早く叩けるだけじゃなくて、ダブルストロークを使うと普通に叩くだけじゃない、複雑なフレーズを叩けます。ダブルストローク使ってリズムを叩くとこんな感じです。溢れるクロート臭。ダブルストロークできるとラテンとかそういうおしゃれなリズムも叩けます。もちろんフィルインにも使えてバッコバコに叩けます。グレート。ダブルストロークを覚えると、それはもう世界が広がりますね。ダブルストローク覚えたい方は上の動画をどうぞ。まとめると、うまいドラマーになるためには、ダウンアップ奏法、アクセント、ダブルストローク、この3つを押さえとけばバッチリです。あと一つ大事なこと、これが一番大事ですね。無理しない。頑張りすぎるとだんだん苦痛になってきて、ドラムを叩くことが嫌になってきます。それでドラムやめてしまうと何の意味もないので、無理せず適度に自分のペースで頑張りましょう。大丈夫、ゆっくりでも続けさえすれば誰でも上手くなります。より一層格好良いドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。
再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。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 